カノウ五郎の浮き腰浮き腰は、柔道の投げ技の一つである。腰技十本の一つ。行動官や国際柔道連盟での正式名。アイフ略語をうご。軽く踏み込み、釣り手を脇の下に腕を入れ、その動きに合わせて、後回りさばきで足を引くように回転し、引き手で袖を引きながら、腰の回転で一気に投げる技。右組から仕掛ける場合、相手を、 右前方に崩しながら自分は、右手で、受けの脇の下から背中、または帯に手を回し体を密着させる。その後、左足跡回りさばきで回転し、その腰の回転と膝のバネを持って、相手を前方に投げる。その時、腰は、あまり深く入れない。腰を深く入れ腰に乗せるようにして投げた場合、大腰となる。帯腰は、釣り手で樹の前帯を掴んで投げる浮き腰。 抱え込み腰は、釣り手で相手の首を抱えながら、浮き腰のように投げる、首投げスタイルの投げ技。釣り手の甲を上に向け親指側を相手の首に当てると良い。1926年の書籍、新式柔道に掲載されている。柔道の創始者である、加納ジ五郎は浮き腰を得意としていた。後に、南米に渡り、ブラジリアン柔術の祖となった、前田は、に、 ノ能の浮き腰で投げられた際にその技のキレに感、極まって涙したとまで記している。その後、ノ能は浮き腰に改良を重ね、払い腰や釣り込み腰を開発するに至っている。投げの形で、払い腰の演部の中で釣り手を、樹の脇に差し入れることになっているのは、払い腰が浮き腰をルーツにしている名残である。形の演部の際には、樹は右試験を大きく振りかぶって、 鳥の頭上をめがけて振り下ろす。鳥は拳を踏み込んでかわし、相手の脇に組みつくと同時に、左浮き腰で相手を投げる。拳をかわす動作がそのまま投げ技に入る動作となる。ありがとうございます。